アイゼンシュタットのベルク教会、ハイリッヒミサ編の蝶々法冒券。22-10は、フランツ・ヨゼフ・ハイドンが1796年に作曲したミサ曲。ハイドンの後期六大ミサ曲の一つ。正式名称を、オフフィダの聖ベルナルドのミサという。オフフィダのベルナルドは17世紀のカプチン・フランシスコ修道会の僧で、1795年5月19日に、 教皇ピュース六世によって劣服された。その生命祝日である9月11日が、エステルハージ公爵ニコラウス二世夫人、マリア・ヘルメンギルデの生命祝日である9月8日に近いため、両人を兼ねて賛美するためにアイゼンシュタットのベルク教会で所演された。ただし、自筆学府では、戦時のミサも、 同じ1796年に書かれており、どちらが先に作曲されたかについては、議論が分かれる。ジェームズ・ウェブスターによると、ハイリッヒ・ミサの方が先で、センジノ・ミサは1796年秋以降に、作曲され、同年12月26日に、ウィーンで初演された。ハイリッヒとは、本曲のサンクトゥスの中に、オーストリアの古い教会を音楽、ハイリグ、ハイリグ、ハイリグ、 ジュビスト・アルツァイト・ハイリグが引用されていることによるに相当するドイツ語。ハイドンの後期のミサにしばしば見られるアダージョの壮朝な女装付きソナタ形式のような形のキリエである。主部はアレグロ・モデラート三拍子で穏やかに始まる。展開部にあたるクリステは短いがキリエと対位法的に重なり合う。合唱と気楽が交互する華やかな冒頭の部分に続き、 三拍子の穏やかなグラティアスが、読唱者たちによって歌われる。クイトリースの部分は、対方的に複雑な曲になっている。コニアムから再び華やかな合唱に戻り、アーメン風ガで曲を終える。二二拍子。加工分散ワ音ンで始まる。エインコネタズエは、読唱者たちによる三拍子の穏やかな曲で、伴奏の弦楽器によるピッツェカートとクラリネットの音色が目立つ。 クルーキフィックスで単調に転ずる。エレスレクセットも暗い曲調のままだが、早くなり、今イ,イトムから輝かしいアーメン風がになる。冒頭、境界音楽の旋律は、内西部に隠されているがすぐにわかる。すぐに高速な、プレーニズントに移り、保残なコーラスで終わる。ごく短い曲である。主に弦楽器による伴奏を伴い、合唱によって歌われる。 保山の部分も曲調は変わらない。三拍子、単調で静かに歌われる。ドナノービスからティンパニと金管楽器が加わって華やかに盛り上がる。ありがとうございます。